日本キリスト教団大館教会は、秋田県大館市にある日本キリスト教団に所属する、メソジスト系の教会である。1887年11月10日に、広崎出身のメソジスト派の信徒伝道者である、吉野牧水が、秋田県北秋田郡大館町で、聖書配布の傍ら伝道した結果、できた教会である。その初代信徒の中より、 電動車が排出された。初代牧師は池田徳松、第二代牧師が工藤貫介、第三代目牧師が木村茂などである。民家を借りて集会をしていた。1895年頃、メソジストの中田茂春が第四代目牧師に就任した。中田は全認知のエトロフ島を引き上げて、郷里の広崎で休養した後に大館に転任したのであった。 中田は松村元吉という信者と共に日曜学校から集会を始めた。後に松村の子、田中聖三郎は日本メソジスト教会の牧師になった。中田は開拓者の吉野に習い、徒歩伝道を行い、山を越えて小坂にも伝道した。その結果、数名の求道者が起こされて、教会が形成された。中田が大館にいる時に、 妻の勝子は次男を出産した。それが後の日本を代表する教会音楽家中田ワートである。1896年12月に中田はアメリカ合衆国に留学するために大立教会を辞任し、公認の第5代目牧師に平川はじめが就任した。1907年に日本メソジスト教会の創立と共に所属した。 1929年に大立教会の会堂が建設されるが、それまでは民家で集会をしていた。1941年の日本キリスト教団の成立とともに第二部に所属して、今日まで日本キリスト教団の教会である。ありがとうございます。